Yo Leute, willkommen, wir sind wieder zurück bei Hyperdimension Neptunia Rebirth. Und ja, letzte Woche ist ja eigentlich kaum was gekommen, was mir sehr leid tut, da ich bin nicht zum Aufnehmen gekommen. Das muss man mir sagen, ich bin leider nicht zum Aufnehmen gekommen. Aber, ja, jetzt kann ich wieder. Moment, wir machen jetzt direkt das Event, da es nicht so aussieht, als hätten wir hier noch irgendwas. Wir sagen, Plan Tune und Information. Ja, es hat gerade nichts geredet. Auf jeden Fall, ja, man, ich erkläre das selber gleich. Und zwar hier beim Disk Development oder Disk Dev einfach nur, kann man hier diese zwei Disks haben wir jetzt, die wir erhalten. Und hätte jetzt zum Beispiel, kann ich so klicken und jetzt kann ich hier halt so Chips einfügen. Ich habe halt leider noch keine, weshalb ich nichts einfügen kann, sollte klar sein. Ich kann allerdings hier, kann ich mal zeigen? Nee, ah, ich bin inkompetent. Das Blaue hier, ne? Könnt ihr jetzt zum Beispiel hier machen und das könnt ihr Burn Game Disk machen, aber es lohnt sich einfach noch nicht und deshalb ich das erstmal lasse. Das kann halt verschiedene Sachen haben. Hier zum Beispiel von Data Monstern erhaltener Schaden ist niedriger. Und ja. Das wäre jetzt mit den Disks nur die Baum jetzt zumindest. Und ich glaube, jetzt sollte sogar ein richtiger Dialog kommen, weil ich hatte es schon aufgenommen versucht, aber ich war inkompetent bei der Folge. Inkompetent, deswegen habe ich gesagt, nee. Nee. Ja, der Station, weil sie kommen. Lang, los geht's. Sumimasen! Blackheart-sama,に会いに来たんですけど!Blackheart-sama,いますか?誰だ、貴様らは?会いにここは子供が遊びに来るような場所ではない。帰れ、帰れ!せっかくBlackheart-sama,に会いにわざわざ来たのに。 ネプの記憶を取り戻すのにどうしても女神さんに聞きたいことがあるです。お願いしますです。あ、もしかして誰だ貴様らはって聞かれたってことは名前さえ言えば合わせてくれたりするのかな。だったら私ネプティアヌ。でこっちはコンパとアイちゃん。たとえ名乗ろうがどんな事情があろうが関係ない。 仕事の邪魔だ。さっさと出ていけ。教会って随分不親切なのね。女神様に仕えるあなたたちがそんなんじゃブラックハート様も大したことないんじゃない。なんとでも言え。たかが女神をどう言われようが痛くも痒くもないわ。少しくらい合わせてくれたっていいじゃん。 こんなに可愛い女の子がお願いしてるんだからさ、ちょっとだけ、ちょっとだけでいいから。ネプコ、ここは一度戻りましょう。きっとこれ以上は時間の無駄よ。なんでさ、アイちゃんはここで諦めちゃっていいの？諦めたらそこで試合終了だよ。いいから、さっさと帰るわよ。 これでとどめよ。 所詮は雑魚ね。女神であるこの私に立てつこうなんて100年早いわ。まさか少し見ないうちに下界がモンスターだらけになっているとはね。とりあえず、この辺りのモンスターは一掃したし、教会に帰ろうかしら。さて、どうして私が今下界？ ラステーションにいるか教えてあげるわ。天界からネプテューヌが落ちた後も残った私たち3人は戦い続けていた。けど私は少しずつ自分の力が落ちていくのを感じたの。私たち女神の力の源は人々の信仰心、シェアの力。それが下がるということは下界で何かがあった証。 悔しいけど、あのまま戦い続けていれば、次に負けるのは私に違いなかったわ。だから私は戦いをやめ、シェアが低下した原因を探るために、急いで下界へ降りて、ラステーションに戻ってきたってわけ。けど、久しぶりに教会に戻ってみると、
大陸での女神信仰なんてものがほとんどなくなっていたわ。そしてその原因を独自に調べてみたら、アブニールという大企業が実質ラステーションを支配していたことが分かったの。私が長い間降りてこなかったせいもあり、結果信仰は女神の私ではなくアブニールに向いていたわ。けどアブニールの影響力はそれだけではなかったわ。アブニールは教会から女神派の人間を追い出し、今は送り込まれてきたアブニール派の人間だらけになっていた。そのせいで私は教会に軽く軟禁状態で、隙を見て教会を抜け出してはこうしてラステーションの治安維持に努めていたってわけ。はあ、教会か。正直帰りたくないのよね。Wow, es ging tatsächlich mal schnell. Aber es war leider noch nicht alles. Wir dürfen gleich wieder reden. Keine Angst, Leute. Keine Angst. Es kommt noch mehr Liebfrieden. Erstmal haben wir hier nochmal Mrs. Manual. Hier, nimm das. Es ist eine leere Disk für Ideenchips. Ja. Sorry, Sir. Es geht weiter reden.気づかなかったの？あの人、女神様に仕える身でありながら女神様を呼び捨てにしていたわ。確かに言われてみれば、あの人女神さんを呼び捨てにしてたです。呼び捨てにするなんて絶対におかしいです。どうして？実は超仲良くてお互いを呼び捨てる超フレンドリーな関係って可能性はないの？ネプコは知らないと思うけど、普通なら自国の女神様を呼び捨てにするなんてありえないわ。プラネティウヌの教会で会った人を覚えてる？性格はちょっとあれだったけど、普通はたとえ女神様がその場にいなくても、あの人みたいに敬意を持って呼ばれるものなの。なのにこの国ではたかが女神扱い、絶対おかしいわ。アイちゃんは私たちと会うまでは世界を旅していたですよね。何か知らないんですか？ごめんなさい、コンパ。最近はずっとプラネティウヌにいたし、ここに来たのだって数年ぶりだからあまり詳しくないのよ。旅人キャラなのにいざという時に頼りないの、アイちゃんは。けど安心して、そんなことで無視するほどブラックなパーティーじゃないから。たとえレベルが低くてもラスボスどころか次回作までずーっと一緒だよ。悪かったわね、頼りなくて。てか記憶喪失のあんたにだけは言われたくないわよ。ごめんごめん。まったく。とりあえず話を戻すわね。これからクエストを受けようと思うんだけど、どう？クエストなんて受けてどうするの？まだまだお金はたくさんあるよ。もしかしてアイちゃん、私とコンパに内緒でこっそり使い込んじゃったとか？別にロギンが心細くなったわけでもなければ、ネプコみたいにこっそりプリンを買い食いしているわけじゃないわ。聞く！バレてたの？バレバレよ。もしかして気づかないと思ってたの？話は戻るけど、思い出してみて。プラネティウヌではエネミーディスクがあった場所に鍵のかけらもあったのよ。ならラステーションもその可能性があるって思わない？おお、さすがアイちゃん。さっきは頼りないとか言ったけど全言撤回だよ。まさしくおめえ挽回だね。ネプネプ、それいろいろ間違ってるです。そして死亡フラグです。あ、きっとあの人です。モンスターさんを倒してほしいっていう社長さんは。なんか一回り小さいよ。社
長さんっていうくらいだからもっと風格のあるがっちりした人じゃないの。でも、あ、気づいたです。顔をしかめたです。手を振ってくれたです。やっぱり間違いないです。向こうの人ももしかしたらこっちと同じ気分かもね。もしかして仕事を受けてくれた女の子3人組っていうのはお前らなのかって、本当に大丈夫なのかよ。見かけによらないのはお互い様よ。私は IF で、後ろの2人がコンパとネプテューヌよ。まあ確かにそりゃお互い様だな。私はシアンだ。この町でパッセっていう小さな工場の社長をやってる。立ち話もなんだし、詳しい話はうちでしようか。あなた、さっき工場の社長って言ってなかった？うちは実家が食堂なんだ。工場はここの隣。話をするならお前らも機械と油だらけの場所よりこっちの方がいいだろう。まあ好きなところに座ってくれよ。じゃあ私カウンター席取った。それにしても実家が食堂なんていいよね。パフェでもプリンでも何でも頼み放題なんだよね。自分の家で頼み放題しても仕方ないだろ。それに工場の稼ぎだけじゃ苦しいから母さんがここを片手までやってくれてるんだ。ただで贅沢はできないよ。それで早速だけど仕事の詳しい話を聞かせてくれないかしら。ああ、単刀直入に言うと、あんたたちには交易路のモンスターをどうにかしてほしいんだ。少し前まではモンスターなんていない安全な交易路だったんだが、最近モンスターが出るようになっちまってさ。そのせいでせっかく作った商品の流通が滞っているんだ。ビンゴね。いいわ、その依頼確かに受けたわ。助かる。ただでさえアブニールのせいでこっちは景気が悪いっていうのに、それにモンスターまで加わってたまったもんじゃなかったんだ。シアンさん、シアンさん、そのアブニールって何ですか？なんだお前ら、アブニールも知らないのか？はいです。ラステーションには今日来たばかりなので何もわからないんです。アブニールっていうのは実質このラステーションを支配している大企業だ。家電から武器や兵器まで何でも作って、その製品ラインナップの多さと低価格でほぼ市場を独占していると言っても過言じゃないんだ。おかげでこっちの商品は種類も価格もアブニールに負けて物は売れないし、下請けをさせてくれるわけでもないしで、今月に入ってから知り合いの工場も何件潰れたことか。ひどいです。独占禁止法違反です。女神様に相談はしたの？こんな状況、よほどのことがない限り女神様が放っておくなんて考えられないわ。町工場の仲間連中で何度も相談しようとはしたさ。けどブラックハート様の不在期間が長すぎたんだ。教会の表向きはブラックハート様を信仰しているように見えるが、中身はアブニールに乗っ取られていると言っても過言じゃないね。せっかくブラックハート様が天界から戻ってきてくれたっていうのに。アブニールは私たちにはブラックハート様に会わせてくれないどころか顔すら見せてくれないんだ。アブニールは悪い会社なんだね。シアンも町の人もそれで困ってるんでしょ？悪いなんてもんじゃない。化け物みたいな会社さ。なるほど、ラステーションはそういう事情を抱えていたわけね。それならさっきの教会でのこともうなずけるわ。教会がそんな状況じゃ女神さんに会うことなんてできそうにないですね。ならさ、ラステーションの女神様、ブラックバード様だっけ？その人の住んでいるところに直接乗り込んで話を聞いてもらおうよ。私たちも鍵のかけらの情報が手に入って、シアンもお願いを聞いてもらえて、きっと2倍お得だよ。さすがネプネプ、いい案だと思うです。
ブラックバード様じゃなくてブラックハート様な。けどブラックハート様が普段いる部屋がわからないんじゃ、探している間に捕まるのが関の山だと思うぞ。そう？やってみなきゃわかんないよ。やらないで後悔するよりも、やって後悔派の私としてはそれだけじゃちょっと諦めきれないかな。今回は諦めときなさい、ネプコ。下手に動いて失敗したら、なおさらガードが固くなるだけよ。そうなったら、私たちだけじゃなく、シアンたちにも迷惑をかけることになるわ。もしかしたら、シアンからの仕事のおかげで鍵のかけらを見つけることができるかもしれないし、この件はこの仕事が終わってから改めて考えましょう。帰ったわ。って言っても誰も迎えてくれるはずないか。女神様、公務以外の勝手な外出は困りますと何度も申しているはずですが。もう名前すら呼んでもらえない。自分の時間くらいどこで何をしようが私の勝手よ。それとも何、私を教会に軟禁しようとでもしているのかしら。お飾りはお飾りらしく座ってろっていうわけ。そういうわけではありません。もし我々の目の届かないところで女神様の身に何かあっては。まあそういうことにしておいてあげるわね。私が留守の間に何か変わったことはあった？いえ、特に何も。特にってことは何かしらあったみたいね。些細なことですので、女神様のお耳に入れるほどの内容は。命令よ、いいから話しなさい。実は子供が3名女神様に会いたいと教会に来た際に少々騒がれまして。私に会いに？いえ、なんでもないわ。で、その子たちはどんな子たちだったの？ただの女の子が3人です。確かそのうちの一人がネプチューヌだったか、ネプテューンとか、そんな名前だったような。え？もしかしてそれってネプチューヌじゃない？髪の毛が薄紫色で左右に跳ねてツンツンしてなかった？ああ、そうそう、ネプチュネプテュース、いや、ネプチュネプチュあなた、もしかしてそのネプなんとかという少女ですが、確かに見た目もそんな感じだった気がします。知り合いどころの関係じゃないわ。私を訪ねてわざわざラステーションに来るなんて、一体何が目的かしら。会いに行かれるんですか？でしたら行くだけ無駄だと思いますよ。どういう意味よ。どうやらネプなんとかという少女は記憶喪失らしく、手がかりになるものを得るため女神様に会いに来たと言っていました。記憶喪失ですって？まさかあの時の戦いが原因でかしら。その可能性は十分ありえるわね。ノワール様？もしもよ、仮に記憶が戻ったネプテューヌと戦って今の私が勝てるかしら。けど記憶のないネプテューヌなら今の私でも勝てるはず。そして記憶がなくても女神を倒したとなれば、ラステーションでの私の権威を取り戻せるかもしれないわ。よし、そうと決まったら早速ネプテューヌを追いかけるわよ。Yes, ich darf auch wieder was sagen. Ja. Ja. Und das heißt, es wird wahrscheinlich noch was hin, dass wir in den Hinterhalt kriegen von Noir, beziehungsweise Lady Blackheart, beziehungsweise Mrs. Ich will Neptune kaputt machen. Yay. Aber ich kann euch schon mal sagen, in dieser Folge kann noch was passieren. Spoiler. Ich nenne es jetzt erstmal noch das hier vorlesen.
Dann werden wir mal in Westwind Valley in den neuen Dungeon reinschauen. Also hier ist hier mal Sir Toichi. Hier ist ein Plan, um stärkere Monster zu beschwören. Ich habe Sorgen wegen der momentanen Game-Industrie. Okay. Ein Plan, um die Items in einem Dungeon zu verändern. Ja. Finde selbst heraus, was du mitkriegst. Ja, immer das gleiche, ne? Bevor ich reingehe, gibt es hier noch irgendetwas? Ich müsste vielleicht mal offscreen ein bisschen farmen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Deswegen werde ich nämlich jetzt erstmal hier speichern. So. Dann kriegt man den Dungeon. はしゃいじゃって元気なのはいいけど後でバテても知らないわよ。疲労度なんてそんな時代遅れなステータスは私にはないから平気だよ。悪いモンスターなんてさっさと倒してシアに報告してあげようよ。や、was steht hier? Can be infected by a bug.Das kostet dem zu go. Auf jeden Fall, sie können stärker werden während dem Kampf, wenn sie mit einem Bug in so einem verbuggen und no. Und wenn eins stärker wird, können auch andere noch stärker werden. Das kann sich so anstecken. Es gibt starke Monster, beziehungsweise gefährliche. Ich von aus, nein, ich sehe noch keinen Fällen. Auf jeden Fall, schaut euch das mal an. Das wird ein lustiger Kampf, sag ich schon mal. Weil wenn ihr nicht aufpasst, ich gleich sterbe. Sieht, ja, sie kriegen recht gut Schaden, aber... Ich sollte nicht zum Angreifen lassen kommen. Weil sonst kann ich nochmal sagen, 3 Hits, Kompa war tot. In der verloren gegangenen Aufnahme. Also, ne, ich muss aufpassen, ja. Viel werden wir jetzt aber fuck auch nicht mehr machen, also, ne? Oh, cool, nur ein Gegner. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Das läuft gerade eben recht gut. Warp Zone, da bin ich übrigens hin. Gut, haben wir gekriegt. Oh, der Gegner hat, glaube ich, soweit ich mich erinnert, richtig viel Leben. Ja. Bleib lieber hinten, Kompa. Ah, Ivy, bitte auch. Ja, der Schaden ist normal. GG. Wir werden erstmal den großen da. Das ist kein normaler Damage mehr von den Gegnern hier. Ich hab für mich so. Vorleveln müssen. Ja, ich glaube, wir können Vorleveln noch sagen. Nachleveln, keine Ahnung. Ach genau, ja noch, gerade einfällt. Partner-Setup. Ne? Wir laufen jetzt als Blut herum. Ich finde die voll süß, Mästern, ne? Schauen wir mal näher an. Ich finde die voll süß aus, Mästern. Feiern die voll irgendwie. Bitte nur mal betonen. Wie lange das Jump? Ich krieg nicht springen. Au, das wird wehtun, das wird wehtun. Mhm, es tat weh. Es tat richtig weh. Immer noch mit ein bisschen Action ist noch in der Folge. Ich hätte mir jetzt dann gerne die als erstes. Läuft aber trotzdem ganz gut, Mädchen.
Komm, mach mal noch ein bisschen. Eventuell ist dein indirektes Event, ich bin mir nicht sicher. Spoiler, wir müssen was bekämpfen. Gut, ja. Ich will uns sehen, was die sagt. Ich kann leider kein Japanisch. Ich weiß leider nicht, was das heißt. Und wenn nämlich nicht, dann tut ihr mir jetzt wegstirbt. Ich krieg schon echt viel Schaden mit viel Gläsern. Aber es fällt doch gut aus. So. Oh, da hinten. Da. Seht ihr den Drachen da hinten? Hm. Ich kann das schon mal sagen, ne? Karte. Ihr sollt meine Maus sehen. Hier die Karte. Ja? Seht ihr? Das ist ein Stärkungsmonster. Hier. Dangerus-Monster. Und sollte ich nicht angreifen, so bin ich gleich tot. Das könnte wehtun. Ja, ist da weh. Blut ist so wie Papier, die steht dann leider wirklich schnell weg. Meiner Meinung nach. Ne? Dafür. Ja, ich gehe dafür extra nochmal in HD-Modus. Ich will das überspringen. Egal wie toll es ist. So, jetzt wenigstens sieht was aus. Ja. Da hinten ist ein Item. Muss Item holen. Ach ja, und die Monster werden uns auch nicht einfach so angreifen. Der schon schwer, nenn ich mal, wenn ich einfach so angreifen will. Hier ist noch kein Event. Gut. Weil ich hab beim Kumpel gesehen, dass hier in der Nähe jetzt gleich ein Event passieren wird. Das ist jetzt schwer. Fuck. Aber okay. Die Gegner sind jetzt keine große Herausforderung, muss ich jetzt sagen. Als ich die. Ich hatte schon gesagt, dass ich aufgenommen habe, schon versucht und es nicht funktioniert hat. Da bin ich nämlich direkt bei den zweiten Gegner gestorben. Das war schlimm. Einmal wirklich Damage gekriegt wurde ohne Ende. Zwei Hits einfach komplett tot war. Au. Da. Ne, man hat es gleich gesehen. Kompa hat so ein bisschen nachgelassen an Leben. Blut, ja, geht sogar, wow. Dachte, es wären mehr. Hat Angst. Gehen wir hier noch ein Item. Ich nehme den Gegner hier mit. Nice, haben wir hier. Offen mit der Simple Attack. Kriege ich nicht beide. Das heißt, ich will lieber so, damit ich ein bisschen davon wegstehe, dass dich das vielleicht auch noch kriegt. Heilt sie sich lieber selber nochmal. Du wirfst sie noch nochmal schön. Oh, da! Ja. Super. Ja! Er hatte vorher von Damage geredet, ne? Um ehrlich zu sein, ich tue jetzt erstmal hier. Ja, das Überspringen ist. Ich weiß, sie sieht super aus, wenn sie in den Modus geht, aber trotzdem. Super, tot. Wenn ich Glück habe, kann ich kommen. Wieso immer dann, wenn es am wichtigsten ist? Komm. Ja! 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 Weg von dem Ding! Weg! Ja, das wär's gewesen. Dieses Viech. Das Spiel ist schwer. Nee, das Spiel ist komplett einfach.
Ja. Aber gut, das wäre es erstmal gewesen. Ich werde ein bisschen vorleveln. Weil das ist jetzt nicht normal gewesen, was mir das Viech angetan hat. Nein. Auf jeden Fall, das wäre es jetzt hier gewesen. Ich hoffe, es kommt nächstes Mal wieder zu. Bla 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 bla. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bye bye.